どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。それでは、デモンズソウル続き遊んでいきましょう。前回はね、炎に潜むものだったかな？新しいボスと戦ったんですけども、あっけなくやられてしまったので、回復剤集めに翻弄しておりました。で、回復剤がね、半月層が22個と、攻撃層がね、2個と、満月層がね、袋の中に30個プラス10で40個あります。なので、こいつを満杯まで持っていきましょう。25個まで持っていきましょう。で、周回でね、いっぱい倒したんで、ソウルが2万ぐらいあるので、これでレベルアップしましょう。4レベル上げられるので、体力と知力を上げます。この魔法記録数がどうやら14まで行くと、魔法記録数が1から2になるみたいなんで、それ目指していきます。というわけで完了。で、鉱石のかけらもね、8つほど買ったので、この人からバスタードソードをレベル6にします。はい、OK。よし、これで準備は万全と。では行きましょう。で、ちょっと周回してていくつか見つけた場所があったので、そこに行きます。まずここら辺倒しましょう。よし。これでここは倒して、で、こっちの方になんかね、道があったんですよ。どうやらこの先に道があると。ここら辺の敵全部倒していこうか。やばいやばいやばい、めっちゃ来ためっちゃ来た。一旦退避。こっちには来れないからね、こいつは。はい。よし。これで倒したかな。2BC のかけらゲットをちょっと回復しましょう。こっちの方にまだ敵はいるのか。何体かいるね。で、こっちの方にですね、なんか道があるみたいなんですよ。どうやら。ちょっと探っててね、見つけたんですけども、ここら辺？ここになんか下に落ちる道があって、ここですね。で、どうやらこっから降りていけるんじゃねえかなと推測できるんですけども、この下かな？この下だね。ドキドキするけど行ってみようか。おぉ、怖っ。で、次がどこだろうな。あ、この下行けるか、これ。まあ、行ってみようか、ちょっと。あー、怖っ。で、ここの下にも行けるし、ここの下にもあんのか。ちょっとこっち行ってみようか。なんか、そこの隙間に乗れないから。あ、乗れた、乗れた。よいしょ。で、なんかアイテムあるね、これは。あ、病に耐えるものの指輪か。で、そっちにもなんかあるな。伝承の戦士のソウル。で、ちょっとこっち側行ってみたいな。危ねえ、行った。ここは何だろう。あ、ここはトカゲがいる。ちょっと待って。2匹同時撃破。いいね。お、みなぎいし。いいね、いいね。大きな欠片は、さっき使ったからね、バスタードソードの強化に。嬉しいよ。で、こっちでいいのかな。え、あ、この下か。どこに繋がるんだろうね、この下降りたら。お、怖い。ちょっと待って、今めっちゃドキッてした。いやー、ちょっと待ってよ。で、これ、この下？よいしょ。おー、こーわ。こっち行く道、こっち行ってみようか。はしごあるしさ。おー、来れた、来れた。あー、ここまで来れるんだ、もう。こっからはしごとかあった、あった。これだ、これだ。で、これを降りまして。あ、これでここに来れるんだ。なるほどね。ショートカットだ、これで。いや、楽なショートカットあるけど。あれだな。めっちゃ怖いわ。ボス戦前にドキドキするわ。さあ、来ましたね、ボス戦。で、この炎に耐えるものの指輪をつけていきましょう。おそらく前回もつけたんでね。多分相手の攻撃炎だと思うんだよね。行きましょう。よし、レッツゴー。さあ、来たぜ。炎に沿うもの。危ねえ。危ねえ。あ、これはいけるんじゃね？あ、なんかいけそう。あの攻撃いけそう。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。待てよ。危ねえ。ちょっと待てよ。危ねえ。これは、いけるか。お、いった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 。よかった。いいね。これは、あー、ダメだ、ダメだ。ちょっと待って。回復。よし、これで。うわー、ちょっと待って。バックステップ。バックステップは、ちょっと待って。危ねえ。これはどうだ。俺や。いいダメージ入るよ。熱っ。回復。え、ソウルを取り戻して。よし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 。これはいけるか。よいしょ。危ねえ。よし。で、あっつ。これは入らんか。多分ね、右攻撃した後左攻撃の、なんかステップみたいなのがあるんだよね。よいしょ。今一瞬なんか同じ行動パターンしたぞ、あいつ。やべえだ、ドキドキするな。ここ。お、入る。やっぱそこの、左は入るな。あっつ。一旦回復。
こまめな回復が命をつくぞ。よし。これでしょ。これでしょ。オッケー。あぶでー。これで、多分こう、そうそうそう。やっぱ、コードパターンはこれだ。いいダメージ入るね。これはどうだ。オッケー入る。バスタードソードのリーチを活かせ。よし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 。これはどうだ。あ、入らん。届か。危ねえ。これで、こう。いいよいいよいいよ。半分近いぞ。あっつ。ちょっと待って、回復。危ねえ。ちょっと待ってよ。狭いステージはダメだ。中央に行かない。でも足元マグマがあるんだよな。よしよしよし。こうやって、こう。オッケーオッケー。あっつあっつあっつ。あっ、うん、じゃあ全然食らってねえわ。危ねえ。危ねえ危ねえ。待ってよ待ってよ待ってよ。あった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 。そうだ、用があったわ、そういえば。これ魔法を使った方がいいのかな、どうなんだろう。よしよし、避けて。ちょっと待ってよ、報道パターンを。この後は、こうか。あっつ、ちょっと待って。回復。危ねえ。あの左フックみたいな、怖いんだよな、結構。スピード速いから。これは、俺や。危ねえ。危ねえ。右手は爆破しない。行動パターン変わった。危ねえ。これで、こう。あっつ。危ねえ。ここで、こう。お、結構いいよ、結構いいよ、結構いいよ。これで、こう。あっつ。危ない危ない。回復回復。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。こうして。ここで、こう。危ねえ、こうやって、こう。あっつ。ちょっと待って、こまめな回復。あっつ。ちょっと待って、離れる、離れる。一旦離れる。ここを壁にして離れる。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。待ってよ。こうして。ここ?あ、ちょっと待って、ローリングしてしまった。ここでいけるでしょ。燃えた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 。なんか行動変化しそう。ここはどうだ?あっつ。一旦壁て。ここでこうでしょ。いいよ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 。いいよいいよいいよ。いいよいいよ。回復いいよ回復いいよ。あっついけど、食らってない。あっつ。ちょっと待って。回復。あっつ。回復。あっつ、あったあったあった。回復。あぶねえ、ちょっと待って待って待って。攻撃が激しすぎる。ここ。あぶねえ。あっついけど、これなんか食らわないんだよ、ここで。あっく。攻撃が激すぎる。よし、ここで。いいよいいよいいよ。あっつあっつあっつ。一旦離れて回復。あっつ、ちょっと待って。回復。これで。あとちょっとあとちょっと。待てよ。これで。あっつ。よし、一旦離れて。回復。あっつ。ちょっと待って待って待って。あっぶねー。これで、こう。いいよいいよ。あっつ。あっつ、あっつ。あっつ。ちょっと待って、回復。あぶれ。で、ここでこう。あと一発、あと一発。これで到着。どうだ、どうだ、どうだ、どうだ。いったー。疲れた。
ぱ後半の攻撃地獄やばい。めっちゃドキドキしてる、本当に。心臓の鼓動がめっちゃ聞こえる。2回目にしていけた。回復これだけ持ってきてもこんなに使ってはやっば。これは一気にのデモンズソウルゲット。で、ここにアイテムあるんだよね。あ、伝承の勇者のソウルと。ここで朽ちていった戦士たちがいるんだね。いや、まさか2回目でいけるとは。ちょっとなんかね、ちょっと前回からね、少し時間が空いててね、操作感覚とか忘れた部分もあったけど、合わせてよかった。もうアイテムない、ここら辺。あるやないかい。お、流石の塊だ。やったね。何に使うのかは知らないけど。やった、倒せましたよ。疲れた。で、ここら辺でなんか、メッセージでも書いとこうか。なんとかなったとでも書いとこうか。やった、なんとかなった、本当に。一旦帰りまーす。あー、疲れた、本当に。で、ちょっとカボタンレベルアップお願い。知力、そう、4にしたら、4じゃない、14にしたらね、2つ覚えられるから、これ上げて、筋力上げとこう。いや、とりあえず体力上げとこうか。あって困らんでしょ。こうしよう。よっしゃ、魔法記憶領域が上がりました。終わりました。ありがとう。これで前回装備できなかったソウルの武器が使えるんじゃないかな。そうそう、これこれ。これで、ありがとう。なんとか勝てた。本当に2回目でいけるとは思わなかった。あー、疲れた。ちょっと待って、一分にしたいことがあって、この奥って前回の塔の騎士みたいに行けなかったりするのかな。お、なんだこれ。棺？いや、いけるな。余裕でいけるわ。ってことは、この先まだ進めそうだね。うーわ、怖っ。え？なんで急に、こんなになるの？仲間さえいれば。え？デーモン？早くない？え？なんでデーモン？早くない？ちょっと待って待って。すぐそこ、ボスでしょ。ちょっと待って。ちょっと行ってみようか、一回。ちょっと行ってみようか？行ってみます。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。概要欄には Twitter のリンクも貼っておりますので、そちらもフォローしていただけると幸いです。それでは、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。